デュピュイトラン拘縮とは、整形外科学疾患で、主症腱膜の反根化により指の屈曲拘縮を起こす疾患である。名前は発見者であるフランスの解剖学者、軍外科医であるギオームデュピートランに由来する。中年男性に多く、進行性の病態であり、中指、肝脂、薬指の MP 関節、PIP 関節に屈曲拘縮を認める。両側性の発症が多い。 通常、痛みは、あまりない。自然には回復せず、また進行が早いケースもある。保存療法は無効で、飛行した、主症腱膜を切開、切除する。ABCD 医師国家試験のための、レビューブックマイナーメディックメディア t 六十六 ISBN 九百七十八から四十八億九千六百三十二万五千四百八十五ハット AB 平田ひとし 早く気づいて解消したい。出身のトラブル相談室、今日の健康2017年8月号、NHK 出版、103ページ。日本整形外科学会公式サイト症状、病気を調べる、デュピュイトラン公式、デュピトロン、S ・コントラクチャー、ホワット・イズ・デュピトロン、S ・コントラクチャー。2016年1月7日閲覧。ハート・ MG、フーパー・ G、 クリニカルアソシエーションズオブデュピトロン SDGs ポストグラッドメット J81 4258ドイ10.1136 PGMJ 2004.027425、PMC1743313、三百十三プ1 5 9 9 8 8 1 6 https 十六 h t t p s w w w n c b i n l m n i h g o v PMC a r t i c l e s PMC1743313 スラッシュ。ありがとうございます。